はいどうもトラ吉です。今回はですね、最強決定戦、球団別最強決定戦の3日目の結果報告したいなと思います。あと、サムライジャパンの契約書が S ランク契約書ですね、これが2枚ありますんで、これの開封もしたいなと思います。はい、その前にエージェント S の方ですけども、あと6時間と49分ということです。現在2020年3月19日の朝の8時10分なんですけども、もう全部終わってます。はい、何もかも終わってます。はい、累計、合計オーダーポイントも累計報酬も終わりましたね。あとまあランダムボックス1回か2回ぐらいいけるんかなと思うんですけども、まあ、どっちにしてもね A ランクサムライジャパンとかもらえるみたいですけども、まあ来ないでしょうけど、まあ阪神はね、後でまあ S ランクサムライジャパン契約書2枚開封しますけど、阪神にサムライジャパンの選手いませんのでね、まあ、どちらにしても阪神の強化にはちょっと繋がらないんですけども、まあ、もらえるものは何でももらえていこうかなと思ってます。まあ、無課金でやってますんでね、何でももらっときます。はい、まあエージェントです、エナジー、一つも使わず結局終われましたんでね、良かったかなと思います。はい、エナジーもちょっと結構まあ1044エナジーになりましたんでね、なんとか仙台まで、戻しましたんで、まあ良かったかなと思います。はい、あとですね、今週、リーグランクも、9なんで覇を狙ってるんですけどね、安定昇格圏まで上がりました。はい、現在水曜日終わりで870位ということで、最終節ね、3月18日の水曜日の第3節5連勝ということで、いやー良かったです。なんとかね、昨日ちょっとね残留圏まで行って、その後ちょっと降格の危機ぐらいまでまた行ってたんですけども、ちょっとこの2節ぐらいでね、なんとか戻しましたね。まあ、今週できればね、本当覇を狙いたいなと思ってますんで、なんとかちょっとここで踏ん張ってほしいなと思ってます。はい、まあ、球団別最強決定戦もありますしね、ちょっと今週はなかなかいろいろ見て楽しんでます。はい、ちょっとねやきもきしてたりするんですけども、まあ楽しいなと思いますね。はい、まあ、ちょっと昇格圏でなんとかキープしておいてもらいたいなと思ってます。まあ、この5連勝後ですよね、5連勝後がどれぐらい負けるかっていうので、まあ、2勝3敗なのか1勝4敗なのか0勝5敗なのかっていうのが全然変わってくるんでね、この辺ちょっと踏ん張ってもらいたいなと思ってます。はい、一応まあこれリーグ戦の戦成績なんですけども、上本選手がね大活躍で、バース選手よりも上の打率で3割6分4厘ということで、まあ、頑張ってくれてるかなと思います。はい、まあ、この調子でいってほしいなと思います。それでは、球団別の最強決定戦の結果報告3日目ですね、3日目の結果報告をしたいなと思います。はい、いきます。はい、1198位ということで、めちゃくちゃ落ちました。昨日ね火曜日終わりで135位やったんで、まあそれで調子乗ってたら、一気に下がりましたね。はい、最終節3月15日の水曜日の第4節も1勝4敗ということで、厳しいかなと思います。はい、ね、結構上がったり下がったりやったんですね昨日ね。昨日まあ最初3勝2敗で始まって、5連敗して4勝1敗でなんとか頑張ったけど、最後1勝4敗という感じですね。まあ、ちょっとね負け越したんがねやっぱ痛いとは思います。1198位、まあ一応事前の目標1000以内というのがありますんで、1000以内はね絶対キープしてもらいたいなと思っているんで、ここからまた追い上げてほしいなと思います。はい、選手成績の方ですけども、バース選手ですね、やっぱり上がってきましたね。ランディバース選手3割4分7厘ということで、でマルテ選手がめっちゃ上がってきて3割乗りました。はい、あとは3割はいないですね。あとホームランも、ホームランマルテ選手14本、バース選手12本と、まあ、この2人が、ちょっと打撃の方はね引っ張っていてくれてるかなと思います。はい、投手の方ですね、投手の方は、まあ、秋山選手、能見選手3点台2人ということで、まあ、ちょっとやっぱり全体的に昨日打たれたのかなという感じですね。全体的にちょっと僕率上がってるという感じです。まあ、ドリス選手だけ 1.69 ということで、まあさすがだなという感じはしますけどね。まあ、ちょっとここちょっと辛抱しどころかなと思いますね。頑張ってほしいですね。はい、40勝20敗、防御率 4.21、 本塁打67本、打率2割9分ということで、全体的にちょっとね
数字の方が悪くなってるかなという感じです。はい、まあ1198、まあ、1勝4敗にでね、最後が1勝4敗なんで1198と4桁になりましたけど、まあ次3勝2敗とか4勝1敗になればね、また一気に上がるとは思うんですけども、まあここからね、まあ木金土日とこの辺からがやっぱりだんだん勝負になってきますんでね、ちょっとここは辛抱して、この辺の順位をねより下がらないようにいってほしいなと思ってます。はい、こんな感じですね。はい、それでは最後に侍ジャパンスランク契約書を開封したいなと思います。まあ先ほども言いましたけどね、侍ジャパンに阪神の選手いませんのでね、どちらにしても強化はできないんですけども、まあ、一応 S ランク契約書もらえ、マンスリー感謝祭ですね、これはもうプレゼントでもらったやつですね。でエージェント S の、累計報酬ということで、まあ1枚ずつ一応いきます。はい、誰が来るでしょうか、お願いします。まあね、侍ジャパンに今度ね、阪神も選手も選ばれてほしいなと思いますね。はい、ちょっとやっぱり寂しいですね。さあ誰が来るでしょう。おお、相澤選手、広島ですね、キャッチャーですね。これちょっと12球団の方で来てほしかったな。僕はあの阪神純正と、このこれが阪神純正なんですけども、このアカウントがもう一つ12球団の12球団編というのも、もうちょっとアカウントあるんですけどね、そちらはちょっとリーグオーダーがキャッチャーだけ A ランクなんでね、キャッチャー欲しかったんですけど、まあ、こっちで来ましたね。はい、それではもう一枚、マンスリー感謝祭のプレゼントの S ランク侍ジャパン契約書を開封します。いきます。さあ誰でしょう。おお、おお、鈴木誠也選手、有能が来ましたね、超有能が来ました。こういうもんなんですねこんな選手阪神に現役でおれへんからな、羨ましいですね。はい、今回こんな感じです。まあちょっとね、球団別最強決定戦の方はねちょっと厳しい展開になってきましたけども、まあここなんとか踏ん張ってほしいなと思います。あとまあリーグ戦の方は、安定昇格圏まで今上がってますんでね、この調子でちょっと覇王今週ねちょっと狙いたいなと思ってます。はい、今回こんな感じですね、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。